世界は広い。そこには様々な人々が暮らし、文化によって無数の料理が存在する。ちなみに私は学生時代、地理と英語は赤点まみれでした。どうも、ダラク系ゆとり世代社会人です。今回も学生時代の遅れを取り戻すべく、世界地図ぶん回してぶち当たった国の料理を作っていこうと思います。中央アフリカ、ガボン共和国。国土の 80% が森林に覆われた自然豊かな国ですね。皆さん、アフリカ料理といえば何を思い浮かべますか？ええ、なかなか出てこないですよね。まあ実際は様々な料理があるんですが、今回は比較的作りやすい鶏を使った煮込み料理を作っていこうと思います。まあ本当はトウモロコシを粉にしたり、キャッサバを粉にしたりといろいろやってみたかったんですがね。ちょっと私、ベランダの日当たりが悪い賃貸弱者なんで、天日干しってのができないんですよね。まあ将来はタワマンの最上階でキャッサバを干してやるのが目標です。今回使うのが手羽元ですね。火が入りやすいように骨の部分に一箇所切り込みを入れてあげましょう。煮込み系は味が出るんで、骨付きのお肉の方がおすすめですね。骨付きのもも肉とか売ってたら最高です。すぐに買っちゃってください。全体にしっかりと塩を振っておきましょう。だいたいお肉の重量の 1% を目安にするといい感じです。量りがないよって方は量りを買ってください。あとはラップをして冷蔵庫で10分ほど寝かせて味をなじませてあげましょう。お次は玉ねぎですね。丸々1個を使っていきます。煮込みソースの一部でもあり、具材として食感も残るように超粗めにざっくりと刻んじゃってください。ニンニクは1かけら。同じく皮を剥いたら、こちらは細かく刻んでおきましょう。まあ、そして今回はみんな大好きトマト煮込みなんですよね。ちょっと最初に説明してなかったんですよね。すいません。トマトを嫌いな方はブラウザバックを推奨します。でもトマトのことが嫌いになっても私のことは嫌いにならないでください。一旦ボウルに移します。缶詰の中も軽く水で洗って一緒に入れちゃってください。あとはフォークやマッシャーを使ってトマトを潰してあげましょう。まあでっかいゴロゴロがなくなってくれればそれで OK ですね。では下準備がだいたい終わったんで、寝かせていた肉を焼いていきましょう。肉の表面を見ると塩が馴染んで水分がうっすらと滲んでいますね。これが焼く際に邪魔になるんで、ペーパーを使ってしっかりと取っておきましょう。そしたら全体に薄力粉をまぶしていきます。粉でお肉をコーティングしてあげると、焼き色がパリッとついて、煮込んだ際に軽く煮汁にとろみもついてくれます。フライパンを温めたらオリーブオイルを少し引いて、皮の面から手羽元を焼いていきましょう。火加減は中火で、こんがりと焼けたら返してあげます。皮の面がしっかりと焼けていれば、他は軽く焼く程度で大丈夫ですね。そしたら一旦お肉は取り出しておきましょう。火加減を弱火に落とし、フライパンの熱が落ち着いたなと思ったら、ニンニクを炒めていきます。残った油でじわじわと軽く色づいてきたら玉ねぎを投入しましょう。軽く塩を振って甘みを引き出すようにじっくりと炒めていきます。いい感じに色づいたら、そこへ白ワインを投入しましょう。ぐっと煮詰めて酸味を飛ばし、白ワインの味を凝縮させてあげましょう。このぐらい水分がなくなったら、煮込み用の深い鍋の方に移していきます。玉ねぎの上に手羽元を並べ、少しスパイスも入れていきましょうか。タイムやコリアンダーで清涼感のある香りをつけて、パプリカパウダーは旨味要因ですね。辛みのない唐辛子のような味わいになってます。
まあ、実際に少し唐辛子を入れてもらっても構いません。あとはトマト缶とひたひた強の水、ローリーを入れて火にかけていきましょう。で、最初に塩を小さじ2分の1ほど入れて、あとは後ほど調節していきましょうか。ベースに少し塩味があると最後に整えやすいです。あとは軽くアクを取りながら30分ほどコトコトと煮込んであげましょう。で、今回の大事な仕上げがこちらピーナッツバターなんですが、ちょっとピーナッツクリームしか売ってなくて、さすがに甘いかなと思ったんですが、まあそんなことはなく非常にいい感じでした。30分ほど煮込んで具材の頭がちょい出るぐらいの煮詰まり具合、これいい感じですね。あとはピーナッツバターをいい感じに溶かし込み、味を見て塩コショウでいい感じに整えてあげましょう。まあ見てくれるとわかると思うんですが、このトロトロ感いい感じですね。全国の主婦の皆さん、もしお子さんがチキンムアンバを食べたいとか触り出したら、ぜひお試しください。では今回もご視聴いただきありがとうございました。アフリカの風感じたよって方は、ぜひチャンネル登録高評価ボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。